こんばんは。ちょっと2日ぶりの配信になってしまいました。久しぶりだね。お久しぶりだね。こんばんは。ギフトありがとう、皆さん。世間は3連休ですか？今日、明日、明後日、18日がフェスですね。こんばんは。3連休いいね。月曜日にフェス出演します。ね、先にお風呂入ったんだよね。メールを一気にバーって送った後 お風呂入っちゃおうと思って、ちょっと先にお風呂に入りました。18日よろしく、ファングミュージックフェス。よろしく。さっぱりしたよ。すっぴん？あ、でもね、リップだけ塗ってる。リップだけ軽く塗っております。こんばんは。体調はだいぶ良くなりました。頭も今痛くないしね。こんばんは。お凛さんとのラジオ、あ、見てくださったんですか？ありがとうございます。そう、映像走行のリレーラジオっていうものに、武藤お凛ちゃんに呼んでいただいて、でそれで先月だったかな、収録をしたんですけど、はい、久しぶりでちょっと緊張を なんかめっちゃルンルンで行ったんだけど、思ったより緊
緊張してなんかもじもじしてしまいました。でもすごく楽しくて、あの私が趣味でやってる占いをおりんさんの占いをさせてもらったりとかはい、そうですね、舞台で私にとって初めてだった花嫁は雨の旋律っていう舞台で共演してからは、それからまあちょこちょこ連絡は取ってたりしたんですけど、でも会うのはそのリレーラジオぶり1年ぶりぐらいだったので、すごく呼んでもらったことがすごい嬉しかったし、なんかその映像倉庫のラジオは AKB さんでもずっとされてたらしいんですけど、初めて他のグループをにつながったみたいな感じで、それが第1号だったらしくて、それがすごいびっくりだったしありがたいなと思ってめっちゃ嬉しかったです。次はありちゃん、ありちゃん様に私は STU 内でつないだんですけど、またありちゃん様からまた違うメンバーにつながっていく感じですね。私ありちゃんが誰につなぐかっていうのも知ってるんですよ。それがねすごい方ですよ。それもまた楽しみにしててほしいですこんばんは。ちょっとあまりにもすごい方の名前を出されるとハードルが高くなるのでやめましょうこんばんは。学さんはいつの間にか顔出し NG になってるみたいですよ多分あ、そう、10月6日にスタジオ公演久しぶりに出させていただきますフフ10月6日、なんか四国とスタジオ、マイカーとスタジオ、チャートリストスタジオみたいな感じのなんか公演じゃなくてもうスタジオだけっていうのがめちゃくちゃ久しぶりだし、私がね出るのもねすごい何ヶ月ぶりかな、2ヶ月ぶりぐらいなので、ちょっとねちょっと怖いそう、久しぶりに単独公演ちょっと怖いけど、でもすごい楽しみです。生誕祭だしね、マイハさんの。あ
頑張ります。そう、スタジオ単独公演だからセブンティーンとかもするし、あと思春期のアドレナリンとかもするし、カットされてた曲をすることになるので、ちょっと体力心配だけど頑張ります。楽しみ、見に来てね。10月の6日、そう、でもなんか見る側もちょっと、もしかしたら単独になると少ししんどくなるかもしれないけど、はい、よろしくお願いします。私も頑張るから、みんなも見る側も頑張ってギフトありがとう、みんなありがとう。 MC ないからね、本当に最後の最後まで、最後の最後の方まで MC ないから、みんなも休憩なしにずっとっ何かしらこう上げとかんといかんけんさ、ペンライトかうちわか何かしらこうやっとかんといかんけん、みんなも単独公演、スタジオ単独公演ノンストップ頑張ってそう、ギフトありがとう。だいぶ喉がマシになってきた。今日の朝は謎がやばかった。だいぶマシ。めっちゃうがいしてめっちゃ水飲みまくったもうずっと喉洗浄みたいな。なんかいろいろしてたら良くなってきた。そうね、のど飴を買うの忘れたので、のど飴明日買いに行こう。龍角散いいよね。よかったよ、よかったよ。なんか夢でさ、金髪になる夢を見たんよ朝起きてさ、あ、黒髪だってなりました。そう、めっちゃね、派手な金髪ロングだったんですけど、朝起きて、あ、何あれってなってそう、ショートカットじゃなくて金髪ロングだったの、夢で。で、洗面所行くじゃんか、あ、黒髪だよね、そうだよねってなりましたすごいどうでもいい話です
どうでもいい話です。願望がある、なんですかね、願望があるんですかね。こんばんは。あ、テロップ入れときます。え、お話し会の受付もう終わった？もう全部過ぎ去った？過ぎ去ってる？今最後のあれか、50受付。今50受付ですね。19日火曜日の13時までです。オンライン、あ、お話し会か。10枚目、お話し会。10月21日の幕張買った。え、ありがとう。気づいたらおしめの次に剣多い。嬉しい、ありがとうございます。休み明けまで受付してます。9月19日火曜日13時まで申し込める。よろしくお願いします。ありがとう。ツーショット。あ、これはあれか。
後悔しないように皆さんゲットしてください後悔しないように。欲望のまま申し込みしたから決済が怖い怖いね。ツーショットめっちゃ緊張する。緊張するね、確かにね。私もリアルツーショット緊張する なんかおすすめ日とかさ設定したっけ。私してなかったっけ。あ、12月10日の福岡はお誕生日の次の日じゃない3日後なので、みんなにリアルでお祝いしに来てほしいなと思ってます。12月10日、来てほしい。誕生日前後、リアルは全会場確保ありがとう誕生日前後ね、おすすめしてましたよね。じゃあ何時間目が来やすいかな。12月10日の3時間目に設定しとこうかな集中しすぎこんばんは、全員集合。あ、待って、3時間目はお話し会か。ツーショット、ツーショットは4時間目。12月10日日曜日の4時間目。12月10日日曜日の福岡4時間目のツーショットは皆さんと、誕生日のお祝いを喜びを分かち合いたいので、この日の4時間目はお待ちしてます初めて申し込みました、ありがとうございます。サンタだね、サンタの衣装、サンタの衣装の日です。分かっちゃいましょう。人間メガネさん、ふみふみさん、ギフトありがとう。ハイタッチできないかな4時間目集
集結してください。これまでと同じ枚数を申し込むとなぜか前回より 1.1 倍多く払うことになる。え、値上げしたんだったっけ。世知辛いね、世知辛い世の中だぜ。ありがとうマリンメッセです。福岡マリンメッセ4時間目、追加してきた、ありがとう。パネル申し込んだ、ありがとうございます。パネルおすすめ、浴衣と今回 あの10枚目のパネルがね、2つ私はありますのでどちらかでもいいし、どっちもでも嬉しいです三タコジサンタコジちょい過ぎぐらいまで配信しようと思います。お誕生日の特別ポーズですか、サンタでもサンタ次が次の誕生日か。愛子愛子愛子これ愛子ポーズ15愛子このポーズどうですか、記念に残しましょう。サンタの衣装を着て でもみんなのリクエストで私はいろんなポーズしますよ。ハート作りたいって言ったらハート作りたいし、ちっちゃいハートでも大きいハートでもあと個人的にね、あれしたい、フュージョンフュージョンしません？サンタ衣装でフュージョンしようよ待ってます。リアルだから遊ぼうよ、リアルツーショットだから、体を全身こう使ってできるんだから遊びましょう
広島でも福岡でも大阪でも緊張してくれるのがありがたい。そんな緊張する人じゃないです、本当にありがとう。なんでもいいよ、ピースピースいってハート、なんでもいいよ、ツーショット待っとるでー、待っとるでー楽しみですね。みんなと思い出を、いい思い出を残せたらいいな。こんばんは。楽しみがあるといろいろ頑張れるね、本当にね、そうよね。私も楽しみをいっぱい用意して日々生きてるでもなんかそれのさ、楽しみがさ、自分ってめちゃくちゃありがたいことだなって思う。なんか私はさ、結構テーマパーク行ったり、そのディズニーランドとか、あとあのUSJ ユニバとか行ったり、あとこの間はハリーポッターのスタジオツアーとか行ったりさ、なんかそういう楽しみが私にはあって、でもみんなにとっては私に会いに来てくれることが、こと自体を楽しみにしてくれてるって考えたら、なんかなんだろうなんか信じられないことだなって思うし、なんかめっちゃありがたい。ミッキーとアイコチは同じ、でもそういうことになるよね。なんか私にとってのなんかミッキーとかミニーとか、そのね、なんかテーマパークに行くことが楽しみだったとしたら、皆さんにとってのなんかミッキーとかミニーみたいなものなんだなっていう感じになって、なんか恐れ多いなと思って、なんかすごい、そう、すごいお仕事だなって思う。もちろん私もそのファンの皆さんに会うのはめちゃくちゃ楽しみで嬉しいことなんだけど、私の一つの趣味として結構そういうテーマパークに行くとかがさ、楽しみだからさ、なんか置き換えると私がキャラクターだなって思ってうん、私はなんか私がミッキーミニーみたいなものなんだなと思うと、ありがとうございますってなりますこんばんは。こんばんは。
タタラタタタチャチャチャラチャこんばんは。そういえばユニバでさ、ハロウィンナイトが始まってますよね。ハロウィンナイト行ったことある？私はあるんですけど、なんか最近のハロウィンナイトあんまり怖くない説みたいな。なんか昔行った時すっごい怖かったんですよ。2014年とか15とかのまだ高校生だった時なんですけど、結構怖くて、最近はそんな怖くないらしいです。なんか一種のショーみたいになってるらしくて、私が高校生の時に行ったのはめっちゃなんかね、リアルだった。なんかもう追いかけっこみたいな、なんかギャーって言って、もう園内なんかゾンビと一般人のなんかキャストと一般人のなんか鬼ごっこみたいなのになってて、私が学生の時行った時は。でもなんか最近そんな感じじゃないっぽくて、変わったなって思いました。逃走中でした。ハロウィン逃走、ユニバハロウィンの逃走中。私ね、高校の時は早く学校が終わった時とかは友達とユニバとか行ってたんですよ。なんか午前中で終わった日とかはなんとか行ける距離だったんで行ってて、なんかそれもあってすごい思い出がある。高校の時の思い出ですね。でもさ、兵庫に転校せんかったらそういうこともできんかったって考えると、なんか転勤族で転校して得した部分もあるんやなってなんか気づきますよね。あんま基本的に新しい環境に行くのそんな好きじゃなかったんやけど、でもそうやって、福岡住んどったら放課後ユニバとか行けんかったのに転校したからこそ行けたみたいな。あ、年パスね、持っとらんかった年パスは持ってなかったけどね、行きよったよ。テスト週間とかね、行ってた。関西弁モード。なんかさ、最近っていうか、まあ、昨日の、おとといの話なんやけど、ちょっとというか結構関西食っていうか、なんやろ、もう本当に行ったことある場所、その私が兵庫おった時に行ったことあるとことかでちょっとお仕事があって、なんやろ、なんかこう見慣れた景色とか、あ、見たことあるなってこう馴染みある景色とかが本当に、なんだろう、安心感というか、めっちゃ嬉しかった。移動の時のその道路とかでもやっぱ、あ、ここ家族で通ったことあるなとかめちゃくちゃ、なんやろ、馴染みがあるってこんな嬉しいことなんやなって思って、
お仕事で行ったんですけど、めっちゃ嬉しかった。阪神優勝したんですか？そうなんだ知らんかった、それは知らんかった、すいません、今知りました。おめでとうございます。阪神ファンの皆さんも嬉しいですね。おめでとうございます。そう、ホームの安心感、やっぱでも私がなんか人格形成されたんが結構兵庫県やったんで、やっぱ思い出が一番多いんやなって思いましたね、兵庫。阪神優勝、知らなかった遅いですか？今知りました、おめでとうございますそうなんや、おめでとうございます。いや、私本当に全然知らないんですよね、最近のニュースとか全然知らんねんな。そもそもさ、あれやねんな、ヤフーニュースとか、まあ、見とったら違うかもしれんけど、 Google やねん、 Google やねん、私いつも Google 使ってんねん、Google ニュースとか見らんねん ソフトバンク別に好きちゃうで。野球ハラやで、野球ハラ、野球ハラされてるわ。またやっぱ野球好きの方が多いですね、日本って。全然な、あれや、家族ラインとか動いてないし、ピーポくん倒れる暑さで体調不良か、かわいそうかわいそう、ピーポくんかわいそう、暑さで倒れた暑いよね、ぬいぐるみ、ぬいぐるみじゃない、着ぐるみ、熱中症なるわ、他の人暑いよね、こういうブラックな働き方はもうやめるべきです。倒れるまで働くのが警察の仕事だと広報しているようなもんですまあ確かにそうやけど、なんかさ、ヤフーニュースのコメントってなんか過激な人多くない？こういうのはやめるべきだみたいな怖い怖い、なんか思想めっちゃ強そう、なんか すごい、シャインマスカットのシャインマスカット一房500円に市場も困惑、考えられない価格
このニュースに1300件のコメントが寄せられてる。シャインマスカットといっても質や大きさはピンキリでしょう。値段の高いものは実の大きさも揃って色つやもよく張りがあって持つとずっしり重いけど、特売で売ってるのは実の大きさもばらつきがあってそれなりの質と大きさ、まあ私の場合はそれなりのもので十分満足ですが、てんてんてん。めっちゃいいねツイートこれ私もさ、こういうの書いたらさあれじゃない、なんかいいねつくんじゃない。すごい面白いですね。あなたはマックのポテトのことをどれだけ知ってますか。マクドナルド全国コンテスト1位に輝いたクルーに取材してきました。どれだけコメントが寄せられたんやろ。働いているんですが、よく揚げたてでとお願いされます。でもうちの店舗は特に土日は24時間ほぼずっとお客さんがノンストップなので、ポテトも常にフルバスケットつけ続け揚げ続けなので、ほぼ間違いなく揚げたてになりますけど、それだけ揚げ続けるので一日のうちに油がだんだん劣化していきます。これも基本的に一日で品質的にアウトってことにならないですか。お店によりけりですが、だいたい夜の遅い時間に品質チェックで交換時になった分の油を交換します。新品の油で揚げると本当にいい匂いで綺麗なポテトが出来上がるので作る方も好きです。へえ、そうなんだ。うーん、え、じゃあさ、品質チェックでの交換の時のさタイミング教えてほしいですね。面白い。このポテトの件にコメントが500件ぐらい寄せられてます。みんな暇人なんかな。あ言ってはいけないことを言ってしまった。ダメです。違います。そういうことじゃないんです。だからこうやって私も見てるってことは、私もなんか暇な人なんですよ。そういうことなんです。まあそういうことです。トゥ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 昨日より眩しく照りつけ始めたら真っ白の
T シャツに今すぐ着替えて君を誘いたい海沿いの国道もまだまだ空いてるバスに乗り潮風を私昔ねヤフー気持ちがすごくわかる。そうだよ。それこそヤフーニュースのコメントとかもめっちゃしてた。愛子さんの質問を探せばあると思います。でももう忘れました。自分が何の質問したのかとか。いやなんかね進路についてヤフー知恵袋を利用しました。なんかあのなんて言ったっけ、なんか施設とかなんか部活に入らないといけないような雰囲気がありますが、私は今のところなんか入るあれが気持ちがありませんみたいな、なんかなんかそういう系の質問めっちゃした気がする。あと回答もめっちゃしまくりました。回答もねめっちゃしたことあるよ。今の子はチャット GPT に聞く。ああそうなんだ。どんな質問答えたかな。なんか人間関係の質問とかめっちゃなんか中2とかの時にめっちゃ答えよった気がする。それはなんか A 子さんがどうのこうので、 B 子さんがこういう人だからこういうした方がいいと思いますみたいな。でなんかそのコインをもらえるのが、なんか嬉しかったんだよね。なんか100なんか70枚とか50枚とかなんかもらえる。そう。自分のあの携帯持ってなかったけど、パソコンが家にあったんで。それをずっと使ってた。アメーバピグもずっとやってました。私の居場所はアメーバピグとヤフー知恵袋と、あとねなんかね掲示板とかもいたよ昔。今もあるんかなあの掲示板。なんかあんまり有名じゃないところに入ってました。もうなくなったかな。サブジェクトっていうサブジェクトっていう掲示板にずっと入り浸ってました。パソコンが友達だったんだよね。もうなくなったかな。もうなくなってるっぽい。そうなんですよ、 BLT グラフにもインタビューで答えました。ホームページ作ったりはしなかったね。でもブログでね自分のなんか好きなようにデコったりはしてましたよ。自分の好きなようなブログ、なんかキラキラ振らせたり、カーソルをなんか可愛いカーソルにしたり。アメーバブログってそういうのができたんですよね。あれなんて言うんだったっけ、 HM
なんたらかんたら、なんかそこになんかあのなんだろう、その文字みたいな HTML、 あ、そう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 、なんかそこになんかあの英語かなんかの英語とかなんか数字とかなんかその数式みたいななんかそうそうタグを入れたらそのブログの中に動画を載せたりとか、あと何やろそのあれあれブログのなんかヘッダーに動画を載せたりなんかキラキラをつけたりとか、あとそのブログの記事のタイトルになんかフリフリつけたりなんかリボンつけたりとか、だからそういうのを中2の時めっちゃしてた。その HTML になんかめっちゃ調べて、そこにタグをつけたりして自分の好きなようにブログをデコってました。懐かしい。いや、私にとってもパソコンが友達だったんですよ、あの時代。だからもうそれに命をかけてやってました。なんかそこでなんか可愛いブログとかに訪問したりして、であの友達 の、 あの申請とかしたり、申請して友達になったりと、逆にブログ可愛いですみたいなコメントがコメントなんかあったりして、なんかその可愛いブログを作るのに命をかけてた。あとアメーバピグで自分の部屋を可愛くするのと、あとなんかあのコミュニティに入るのがめっちゃ好きだった。そんなパソコンと友達時代。うーん、ギリね、ミクシーは世代じゃないんだよね。